バニラスカイ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイは一人寂しくお届けするんですけれども、もちろん皆さん分かっていらっしゃいますよね。最後まで私とイチャイチャお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今日はですね、私事なんですけれども、いろいろとね、生きることや、死んでしまうことについてね、考えさせられることがありまして、命って本当に尊いなぁと、もうね、今言葉はちょっと思い浮かばないくらいね、怖くなっちゃうことありません？生きていて、いつかこの命が終わっちゃうんだよねみたいな、私もね、別にね、こう常にハッピーですって、ハッピーでいましょうっていうハッピーの終了をしてるつもりはないんです。ただ生きてるといろんなことがあって、ついこう忘れそうになったり、本当は大事なことなのに優先できなかったりする幸せを忘れちゃいけないなって、一番自分に言ってるのかもしれませんけれども、でもね、それ以上に皆さんの幸せを願って、私はね、皆さんにね、ハッピーでいてねとか、皆さんいつもありがとうねって伝えてるんですよね。なので、ハッピーの押し売りはね、どんどんやっていいんじゃないかってやっぱり思うんですけれども、ただね、やっぱりいつか終わってしまう命、そして始まっていく命、いろいろこう考えさせられることがありまして、だからこそね、私はね、自分の曲なんですけれども、この曲をね、そういう時はちょっと聴いてね、落ち着きたいなって思うこともあります。今日も生きててくれてありがとう、そしてあなたらしく生きていてくれるなら、もっとこう安心してね、ありがとうが言えるのかなって、そんなヨーコお母さんにヨーコママがお届けしたいと思います。ヨーコで愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな誰も愛して生きをするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことの瞬き一つ、ほんの一瞬で光り続ける、光り続けてく、この胸の中にずっと、この胸の中ずっと。ヨーコで愛実お届けしました。それにしても鹿児島寒い、どうしたの
沖縄どうですか皆さん。鹿児島だいぶ寒いですよ、まあ、地方によってはね、あの海を挟んで、鹿児島市と海挟んで反対側、よく皆さん桜島ってお聞きしたことあると思うんですけれども、桜島の近くのね垂水市とか、もうめっちゃ寒いですよ。もう今日とか0度だったでしょ。びっくりよ、鹿児島南国どこ行ったみたいなね。うちの子も中学校2年生ですけれども、制服ってさ、鹿児島の場合はこう防寒着って言われるジャケットとかね、着て いかない着ていけないんですよね基本的には。だけど修学旅行とか学校行事とかは今ね、小学生も中学生も着てる子は多いですけれどもね、私たちの時なんてもう制服は制服みたいな、中に着込むとさ、ゴワゴワして太って見えるから嫌だし、かといって上から羽織れないし、じゃあ何を着ろって言うのよって。ヒートテックもありませんでしたからね。何してたんでしょうね。北海道もさ、まあ一個さ、なんか何十円とか毎日すると結構かさむでしょ。だから北海道もそんなにねだった予定じゃないな、ねだったね、記憶がないんですよね。そうそう、まあたくましかったよね。私の地元志布志市というところもね、結構寒いところでしたけれども、まあ、鹿児島の中であったかい方なんですけれども、なぜか冬はね結構底冷えするところでしたからね。まあとにかく寒いんですよ鹿児島で。その寒い鹿児島ぴったりのイベントがやっと始まります。12月3日鹿児島クリスマスマーケットといいまして、鹿児島中央駅っていうね、鹿児島で一番大きな駅でね、今年もクリスマスマーケットが開催されるんですけれども、ヨコのねシャイニーという曲をテーマソングに使っていただいておりまして、そのおかげでね毎年ね、私はクリスマスマーケット一番最初のステージをさせていただくんですね。なので12月3日スタートの3日の5時から点灯式とともにね、挨拶とか開会式がありまして、6時からはヨーコのライブなんです。今回はいつもはねオケですることが多いんですよ。もう始まってさ、えカラオケじゃないな、あの音楽が流れ出したの、あ人が歌ってるみたいなねそんなシチュエーションをね結構見るんです。だから足をね止めてくださる方もいっぱいいらっしゃるんですけれども、あークリスマスか早いな、今年何もらおうかなみたいな学生さんの顔も見受けられたり、あー寒いな、クリスマス誰と過ごそうかなみたいなね、若い子たちのねニコニコした顔も見受けられたり、まあ、とにかくね鹿児島のそのアミツリーっていう大きなツリーも飾ってあるんですけれども、そのアミツリーの元でね皆さんが笑顔なのがねもう超好きで、私は大好き大好物で、シャイニーという曲をね誕生させることができたんですけれども、まあ、その曲をまた明日6時から、今回は北園真由美さんのピアノでお届けすることができて、まあ幸せ。ぜひぜひ皆さん、まだ間に合いますからね、明日6時足を運ばれてください。会場はイートスペースもありまして、クリスマスっぽい美味しそうなお食事や、まあ、ホットワインも飲めちゃうんですけれどもね、何より雑貨屋さんも可愛いわけ。もう行くたびにね立ち止まって何か買ってるよね私毎年ね、まあ、うちの子娘なので2人でねお揃いのヘアゴム買ってみたりとかね、魅了されておりますよ。で明日はね北園真由美さんでしょ。ヨーコバンドいつもお世話になってる方も大体男性なので、もう女同士の会話ができるって幸せなんですよ本当に。コーラスでお世話になっている東京に在住の高橋優子さんもね、もう素晴らしい女性なんですけれども、このね2人私のオアシスマドンナでございます。まゆみさんもねどっから見ても美しい顔してるのよ。もうねすんごく謙遜されるけど、私はラジオでも言っちゃう、鹿児島のミュージシャンで一番美しいと思いますよ私。フロントマンって呼ばれるね、私たちみたいに歌い手をね、ダントツ抜かして、あのピアニストは美しい、本当に。まあ、真由美さんのね、素敵なね、音色と、そしてお顔、まあ人のね、中身も素晴らしいんだけれども、まあ、ちょっと気になった方はね、ヨーコの YouTube にもね、この間の配信ライブのアーカイブも残ってます。YOKO、ヨーコ鹿児島で YouTube 検索してみてください。真由美さんに会えますよ。
とにかくねもう幸せなのよね。そして12月24日は生配信ライブようこバンドでお届けします。ギターはサウンドプロデュースでお世話になってる石、ピアノは北園真由美さん、そして今回東京から服部みなとさんというね若手のベーシスト、まあ、若手って言っても私の3つぐらい先輩かな。だけどようこバンドは基本半世紀オーバーの先輩方なのでね、ぐっとこうググッとね平均年齢を下げてくださる私と一緒にみたいなねお兄様でございます。まあ、港さんのベースもかっこいいですよ。そしてドラムは杉野俊之さん。今回もね杉野さん家族でね鹿児島いらっしゃいます。もう杉野パパではなく杉野ママと私はねお呼びしておりますが、もうガールズトークがねきちんとねできる素晴らしいパパでございます。ヨーコバンドね12月24日の5時から夕方5時から生配信しております。そして6時からは兄弟デュオのバンドアップルジャム、アップルジャムもバンドです。そして鹿児島を代表するスカバンドのアーツがなんと夜7時からはアコースティックバージョンでお届けしてくださります。まあこれも楽しみ。あのね皆さん、クリスマスイブの生配信ライブの視聴方法はKKB 鹿児島放送でカプリというアプリがございまして、カタカナでアプリストアでねカプリと検索していただきますとすぐ出てきます。でその時間を待っていただくと、もう4時半からクリスマスイブの4時半から配信されますのでね、すぐ見れちゃいますし、またバニラスカイミュージックと私がね代表を務めておりますこの事務所のオフィシャル YouTube からも生配信ライブができます。できますだって見ていただくことができますたまにねよく興奮すると日本語がおかしいんですけれども、そこはちょっとご愛嬌で申し訳ございませんね。ぜひ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 もう見ていただきたい。そしてアーカイブもね残りますので、25日のクリスマスもね大事な方と過ごす BGM としてぜひ私たちのライブお聞きいただけたら嬉しいですね。ようこね新曲に挑戦しているんですけれども、果たして間に合うのかどうなるのか当日までのお楽しみでございます。ではここで私の大好きなこの曲、シャイニー2020ギフト2に収録してくださった鹿児島を愛してやまないアーティストたちと一緒に歌ったバージョンをお届けしたいと思います。ハッピーになりますように、みんなでシャイニー2020。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのギフト、ご視聴ありがとうございました。
シャイニー2020をお届けしました。もう聞くだけであったかくなるでしょ。魔法の曲ですよね。そうそう、久しぶりにこのコーナー行きましょう。ハピモノ、ハピモノ。私のハピモノはですね、皆さん、え、ヨーコ大丈夫みたいなこと言いますけど、絶対絶対に聞かないでくださいね。ヨーコのハピモノは安いちょっと待って、恥ずかしくなってきちゃっためちゃくちゃ安いサイトで買ったハートがいっぱいついたジャケットでございます。と言いますのも、ヨーコですね、衣装のサイクルをわざと短くしてます。衣装ってね、結構な金額かけて作るものと、プチプラのもの、そしてプチプラなんだけど海外のものだと日本に出回ってないから、ちょっとあの被らない買ったりするのでね、そういうものを組み合わせたりして、まあ、いろんな値段のものをね、合わせて着ているんですよ。まあ、全てがね、こうデザイナーさんと一緒に作ったものだったらさ、まあ、それはそれでいいんですけれども、ヨーコのね、お仕事っていうのはイベント出演の繁忙期が夏秋なんですね。なので毎年毎年さ、本当は同じもの着れたらすごく楽なんだけれども、イベントでこの衣装を着てて、あ、そうか、ライブでもこれ着てるのかって言ったらさ、何も変わらなくて面白くないじゃない。だからライブはこれ、イベントはこれみたいな、でイベントも続くと、あ、今日もそれ着てたのねみたいになっちゃうでしょ。だから極力お客様がね、かぶりそうな時、まあ、SNS が今ありますからね、ご予約いただいてる時とかも、あ、じゃあ今日はこっちにしようかなとか、いろんなね、手数をね、増やしてるんですよ。なんですけれどもね、まあ私こう見えて、こう断捨離おばちゃん、洗濯おばちゃんなので、まあ、こう衣装のサイクルも早いし、プライベートの洋服も基本下はデニムで、上は T シャツとかパーカーなので、ちょっとヨレッとしてきたら断捨離おばちゃんがね、あ、もうこれはありがとうって言って、また新しい方をね、お迎えするっていう、物自体は少ないんですけれども、まあ、そういう断捨離おばちゃんゆえにね、まあ仕事柄ですよね、まあ、とにかく衣装代はね、かさむっていうか、忙しくなると必然的にかさむんですね。で今コロナ禍の影響をめちゃくちゃ受けてますので、配信ライブの時に皆さんにね、あ、ヨーコ可愛かったねってどうやったら言ってもらえるかなと思って、まあ、今回見つけたのが2500円くらいだったのかな、ネットで安くなっててね、でハート型がね、いっぱいついたね、私にしてはいつもは着ないようなね、色のジャケットだったんですけれども、まあ、それがね、可愛くて、できっと生地がね、あのどこ製だからとかじゃなくてね、もう飛行機で渡ってくるっていうのだったんですよ。だから、あ、日本製だったらさとか、あの日本のデパートで売ってたら触って品質を確かめることができるんですけれども、まあネットの場合はね、写真とかね、口コミで判断するしかないじゃないですか。で今回そのハートのジャケット買った時にベージュ色だったから、あ、大人でもね、34歳でも大人可愛く見えるかなと。で娘14歳だから、水色に白の可愛いね、もう形のね、ジャケットがあったので、それは水色に白のハートっていう意味ですね。でそれも買ったので、きっとこの2つはすっごいキャッチー生地だろうなと。薄っぺらいのかな、ゴワゴワしてるのかな、でも可愛いな、まあ衣装だしいいかなって思って買ったんですけれども、まあ予感的中。私のやつはね、裏地がついてたので結構ね、あったかいんですよ。だけどね、触り心地はね、ほわほわしてないのね、なんかペラってしててガサッっていう感じで、あの娘のものに至っては本当にガサガサしててまあね、洗濯おばちゃんの洋服がね、洗った方がふわふわするのか、いや、これはもうこのままの方がいいのかそんなことを言ったら、娘は一回も来てくれてませんおいって感じだよね、いるって言うから買ったのに、来てよみたいな、まあ、どんなものをね、洋子がね、買ったのかっていうのは先月の生配信ライブで衣装として着てますんでね、で多分クリスマスマーケットも寒いんで、あの可愛いからね着ようと思ってますが、今良かったよね、お客様とハグすることもないし、可愛いって言ってね、女の子とね、こう
ハグしたりすることもありますけど、まあ、そういうこともないですし、衣装いいですねって言って触ってもらうこともまあ今ないからですね、堂々と私はこのハート柄のねジャケットを着て私はライブをしますよ、どうだっていう感じでね、仁王立ちしてやろうじゃないかみたいな感じでね、ラジオを聞いてくださった方しか知らない私の衣装のプチプラ情報でございました。ぜひね、ようこちょっと貧乏くさいぞとかケチだぞではなく、堂々とお買い物上手だねみたいな感じで褒めてあげてください。褒められたらどん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 ね、調子乗って調子に乗りまくっていきますからね、調子は乗るものだという教えがありますので、ぜひともシンガーソングライターようこ7年目を迎えました、調子に乗らせていい曲書けよ、いい曲歌えよ、みんなのためになれよという温かいね応援のメッセージ胸に抱いて応援してください。よろしくお願いします。一緒に笑っていよう、時を刻む証を増やしてゆこう、最後の恋の始まりは夢から覚めない魔法のように、君のことだけいつも バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。今月はクリスマス、クリスマス言ってますけれども、私の大好きなクリスマスもやってきますし、今年もキックボクシングの大会エラプション2021が開催されます。鹿児島を代表するキックボクサーの薩摩さざなみさんが立ち上げたこのプロジェクト、去年も今年もね、鹿児島でキックボクシング界を盛り上げてくださってるアマチュアの選手やプロの選手たちがもうね一体化して皆さんにパフォーマンスでお見せするステージ、12月19日お昼1時より開始されます。2部制となっておりますのでね、詳しくはエラプション鹿児島で検索していただきますと詳細出てきますのでね、よろしくお願いいたします。今日一人なのにめっちゃ喋りすぎた、音楽2曲しかかけてない。もう気を利かしてくださってね、3曲目お届けしてくださり皆さんありがとうございますもうね、スタッフの方がいらっしゃらないとできないバニラスカイでございます。そして皆さんの愛情あってこそです。今週もめちゃくちゃ皆さんハッピーでいてくださいね、いつもありがとうね。ではまた来週まで、バイバイハッピー。